少しは楽になったか？クイック、クイック、お姉ちゃん、私ね、パパとママがすごい問題児を養子にしちゃったって。でもパパとママの力になりたくって、私の方が年齢的に妹だけど、お姉ちゃんを苦しめるアビスの力を生意気よね。私たちそっくりで、違いなんてあんまりないのに。分かったから、クイック、今は喋るな。競技場はすぐそこだ。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めばきっと治る。私っていつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。だってお姉ちゃんが危険な目に遭うのも、トラブルに巻き込まれるのも、心配しすぎなんじゃないかって、ずっと思ってたわ。けど、今考えると、アビスに侵食されても、お姉ちゃんが生きていられるのは、奇跡なの。けどその副作用で、家族になれたのもまた、一つの奇跡よ。でも、私の心配も同じく。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイックがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だから、だから、そんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。私、もう分かったの。だから、今回は止めたりしないわ。お姉ちゃん、前へ、走って、もっと早く、もっと高く、誰よりも強い、ククリューみたいに、火翼の集いで、最も勇ましい戦士になって、それこそが、私の誇る、お姉ちゃんの姿。クイック、クイック、クイックのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならないことがある。